よいしょ。お？昭和17年6月7日日曜日、午後から雨、ひどくムシムシしている。今日も夕飯を作ろうと家内の婦人雑誌を見ると、今月はなんと栄養おやつ特集である。しかも24種。これは参った。何もおやつばかり24問載せなくてもいいじゃないかと思うが、致し方なし。なんとか夕飯になりそうなものを探して、バタ焼きおにぎりに決めた。飯は今朝炊いた分の残り、残飯を使った。先の空襲以来、米を一度にたくさん炊くようになったのは良いのだが、うんうん、大丈夫大丈夫。これからの季節すぐ悪くなるだろうから考えものである。炊く量を減らすか、いざとなれば水で洗って食うか。よし、握ろう。ではこしらえていこう。まずはおにぎりから作る。飯は上の方から取って、下の方はいじらないように気をつける。理由は後で説明する。献立にはおにぎりはなるべく小さく平ために結ぶと書いてある。子供が食べることを想定してのことであろう。うちは子供がおらんから、その辺は気にせずこしらえる。4月の空襲以降、朝な夕な、たびたび空襲警報が鳴る。警報が出ている間はガスも使えないから飯も作れないし、解除されるまでに何時間とかかる場合もある。そんな時にこうして残飯があればすぐに食えて便利だし、いざとなったらおにぎりにして持って逃げることもできるというわけだ。何より燃料の節約にもなるから、今の時局には合っている。とはいえ、毎度毎度この冷えた飯をいかにしてうまく食うか、それがちょっとした悩みの種でもあるのだ。一人2個ずつでいいかな。少し飯が残ったが、これは取っておく。明日の朝までは大丈夫であろう。さっき下の方をいじらなかったのはこのためである。炊いた時のままそっとしておけば、夏でもすぐに悪くなることはないらしい。これも婦人雑誌から得た知恵だ。さあ、出来上がったこのおにぎりをバタで焼くとしよう。バターは茶さじ半分ほど。フライパンに溶かしたら、早速おにぎりを焼く。なんてことはしない。このまま焼いてうまいか？うまくないであろう。そこで登場するのが醤油と砂糖。献立には特に分量の指定がないから、お好みで混ぜればよいだろう。うん。砂糖はあまり主張しない程度でやってみよう。危ない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 。これが案外難しいな。つけすぎるとおにぎりが崩れる。よいしょ。家内はこれを見て、不格好だねと一言。時に辛辣でぐさりとくる。しかし元来家内はとても優しい。この間の木曜日、家内の父が亡くなった。亡くなるまで家内は足しげく義父の元を訪れ、飯を作ったり話し相手になったりと実に献身的であった。自分はあのように寄り添うことができるだろうかと思う。よいしょ。亡くなる少し前には義父は私のこともわからなくなっていた。せめて何か伝えておきたいと思った私は、家内が部屋を出ている隙に、いい娘さんですねと義父の耳元で声をかけた。ああと気のない返事が返ってきた。伝わらなかったかなと思った。しかし家内が部屋に戻ってくると、義父は家内に向かって、お前はいい子だとはっきりと言った。家内も私も最後を見送ることができてよかったと思う。ああこれはたまらん匂いがするな。しんみりとしていても腹は減る。おにぎりを半回転させて、焼き目にムラができないようにしよう。こういう気の利いたことができるとは、私も料理の腕が上がったもんだな。大したもんだ。ちょっとひっくり返してみるか。よいしょ。お？これはなかなかいい感じに
焼けとるではないか。ああ、両面がこんがり焼けたら頃合いである。バタ焼きおにぎりの完成なり。ではいただきます。ここは箸を使わず手でいくかなあ。さあ、味の方はどうか。うん、うまい。これはいいな。これはいいよ。バターが案外しつこくない。ほんのりと香りがして醤油とよく合う。お供はネギと油揚げの味噌汁だな。ちょっと手がベタベタするのが難点だな。手で食べるといろんなものにバタがついてめっぽうか厄介だな。しかしこのバタが栄養おやつたるゆえんである。これで不足しがちなカロリーを補うのだ。日本の未来を担う小国民が痩せっぽちでは困る。物がない今の時局柄であるから、バタなどで積極的に脂肪を取って子供を太らせることが健康への第一歩なのである。うん、またうまいね。バターと味噌汁ってのは案外合うもんだな。これは新体験なり。バターと味噌汁、なかなかおつである。ちなみに家内はというと、今回も大変気に入った様子。醤油とバターの組み合わせは最強だそうだ。特にバターが好きな家内にとっては、おにぎりを焼いただけなのにまるで大ごちそうのように感じるらしい。大ごちそうとはなんだか大げさに聞こえるが、うまいなら何よりである。それにしても2個と言わずもう一つぐらい食いたいところだが、我慢であるな。ごちそうさま。またうまいものを作ろうと思う。